今回は息抜きです。コメント開始会やってほしいとのコメントもいただいたので、ワールドシリーズ完結記念にフルチンラジオでもやろうと思ったんですけど、よく考えたらいつもの私の実況も十分ラジオみたいだなぁと思いまして、しかもせっかくゆっくり実況ですし、プレイ風景を垂れ流しながら好き勝手喋らせていただこうかなと思いました。だからいつも以上にグダグダするかと思われますがご了承ください。ワールドはワールドでもメガワールドかよ、というツッコミが聞こえてきそうですが、ロックマンメガワールドはメガドライブで発売された、ファミコン版1から3までをまとめた移植版です。しかもすべてのステージをクリアすると、このオリジナルのワイリータワーというステージが遊べるようになるんです。今回、そのワイリータワーの部分だけ動画にしたいと思います。というのも完全移植じゃなくて、オリジナルよりも緩い仕様になってるんですよ。イエローデビルなんてすごい遅いんですよ。こっち上げるよりオリジナル見ていただきたいということでカットしました。近々ファミコン版1を上げる予定なのでご了承ください。あ、これメガワールドならではの要素なんですけど、こうやって1から3までの武器をチョイスして、自分だけのロックマンを作ることができるんですよ。ラジオの代わりとか言ってたのに結局説明してますね。まあメガワールドってプレイしたことない方多そうですし、とりあえずライトナンバーの武器は使えるので、アイススラッシャー、ハイパーボム、サンダービームをもらいます。いつでもチートのメタルブレードももらいます。あ、このメガワールド、ワールドってついてても、メガワールドはワールドシリーズと直接の関係はありませんよ。そしてヤーマンが楽に倒せるリークシールドももらいます。バリア技って好きなんですよねー。スカルバリアとかスカルバリアとかスカルバリアとか、別にスカルファックは好きじゃないです。あと、クラッシュボムも必需品です。これがないと壊せない壁とかもあるんですよ。あとプロトロックのアームこと、ハードナックルも必要ですね。これも特殊な壁を壊すために持っておく必要があります。あとは別に何でもいいんですけど、放課後電磁波ミサイルでも持っておきましょう。あと、移動用のアイテムを3つまで選べます。ラッシュジェットが美味しいです。あとの2つは適当に選びます。ラッシュマリンでもない限りどれもそれなりに役に立ってくれるでしょう。色が、ロックマンに色がついてる。いや、やっぱりワールドシリーズに慣れてる身としては、これって結構衝撃的なんですよ。そして次に武器の使い勝手、このメタルブレードのチートぶりは健在です。いいねいいね。あ、あと雑魚敵は1から3までの敵が出てきます。ちらほらワールドシリーズで見たことがある敵も登場します。お楽しみに。そしてちょっとした近況報告を、ワールドシリーズの最後の実況動画上げた直後にパソコンがぶっ壊れまして、今、新しいパソコンになってます。さっきまでスキャナを使えるようにするために四苦八苦してました。スキャナが使えないと絵が取り込めないですからね。大した絵描けないですけど。あ、でもハードディスク無事だったんで取りだめしておいた動画とかは無事です。あとエロ画像とかエロ動画も無事でした。何がなくともデータのバックアップは必要かもしれないと思いました。さて、長い前振りでしたがここからフルチンラジオ。さて、長い前振りでしたが、ここからフルチンラジオ始めますよ。サウンドノベル関連の話題で、魔女たちの眠りの原作のコメントをいただきました。ありがとうございます。もちろん原作読みましたよ。魔女たちの黄昏と魔女たちの長い眠りですよね。原作のあのキャラがゲームではこんな役割で登場してるって、見比べると面白かったです。ゲームでは4つくらいストーリー分岐するんですけど、隕石の話が面白かったですね。スーファミ時代のサウンドノベルはどれも傑作揃いです。あ、でも夜行中は微妙でしたねー。そんな夜行中も最後のキーワードが出るまでプレイしましたよ。そして、かまいたちはゆっくり実況あるらしいですね。それは私のサウンドノベル実況してもいいということですか？私のノベル実況見たいという方がいらっしゃれば、何かやるかもしれません。ただ、録画から始めるという状況なのでいつ公開するかわかりませんけど、それでもよければ。やるんだったら魔女たちの眠り花月面のアヌビスでしょうね。魔女たちの眠りは原作も読んでますから、そのあたりの補足とかしながら進むと面白いかなと思いました。あと、月面のアヌビス。これ、
スーファミサウンドノベルの中で一番好きかもしれません。ネタバレになるんですけど、これって基本的に男が主人公なんですけど、ある条件を満たすとヒロイン視点の話もできるんですよ。プレステ版を途切りそうでもできるようになってましたけど、それより早いですからね。時代先取りしてますよ、アヌビス。無駄にキャラが多くて没個性だったり色々残念なところありますけど、それを含めての一番好きですね。スパロボ実況は多分尺の問題で難しいでしょうね。あ、そういえばインパクトでライディーンのあの兄弟出たらしいですね。コメントありがとうございます。インパクトといえば、高校時代の友人にスパロボインパクトのどこがインパクトって聞いたら、シナリオの長さがインパクトだと言われましたね。100話とかあって2週目とかやる気なくすらしいですね。でも機会があればやってみたいですね。インパクト、ライディーンですよ。ライディーン、ゴッドボイス使いすぎるとラストステージで使えなくなるのは大惨事での話。あと、ロックマンのスコンはチャージショットであって連射は雑魚散らしだろというコメントもいただきました。ありがとうございます。言い訳をさせてください。私、ヘタレだから敵と距離取るんですよ。だけどロックにアームって射程距離短いじゃないですか。だから使いづらいんです。結果、連射に頼ることとなっちゃったんです。ゲームがなんであれ、私があげることに意義があるというありがたいコメントをいただきました。ありがとうございます。というか、なぜ私のスーパリソフトの中にときメモがあると見抜いた。あのシステムに馴染めなかったんでやることはないですけどね。おっと、ボス部屋前に着きました。ここのボスはメガウォーターSと言います。リーダーの座を密かに狙ってるサゴジョーロボットです。霊気に弱いのでアイススラッシャーが弱点なんですよね。水のバリアなんでしょうけど、攻撃すると破れます。ちなみに倒してもこいつらの特殊武器使えるようにならないんで、特殊武器の名前もわからないんですよね。仮にこの水噴射をメガウォーターと名付けますか。どうでもいいですね。次、行きますよ。ハイパーストーム H ステージです。コメント開始の続きいきますか。うつ主はウルトラシリーズ好きってコメントいただきました。ありがとうございます。大好きですよ。ライダー派かウルトラ派かって言ったら、ウルトラ派と答えるくらい大好きです。光の国シリーズは大体見てます。ウルトラシリーズではレオが好きですね。あのすごいクライマックスな感じがもう、次がセブンですかね。宇宙人との戦いが燃えます。ウルトラ関連の話題ならいくらでも話せますよ。やっぱり、いいものはいいんです。ライダーはブラックとか初代とか見て、平成シリーズは最近あれ見たくらいですかね。ほら、あれですよ。仮面ライダーギャレン、面白いですよね。主人公の立花さんが大好きです。あと、いつぞやカウプ主の作った作品が見たいとかコメントでいただいたような、そうでもないような気がします。同人活動やってますけど、当然別名で作ってますからね。しかも真面目なやつなんで勘弁してください。そこで私は思いついた。一度だけこの名前で作ったらどうだろうかと。こういうのはこういうおまけのような動画でしか聞けないんですけど、今ヒーローもののシナリオ考えてるんですよ。これを書いてみたかなんかで動画にして公開しちゃおうかなとか。でもまあ本当に完成するかはわかりませんけど、ストーリーの案とかもできてるんです。だけど、主人公が決まらない。3人くらい主人公の案があるんですけど、視聴者の方に決めていただきたいなぁと思いました。まず、1人目。主人公その1。現代の侍というコンセプトです。歴史に抹消された剣術の最後の継承者という設定です。居合斬りと射程の速さにかけては右に出る者がいないほどの早漏野郎です。決め台詞が、拙者、早漏で早漏。これぞヒーロー。みたいなイメージを詰め込んだ感じです。実際こんなやついねえよと突っ込みたくなるキャラかもしれません。
次、二人目。主人公その2、生粋のオナニストというコンセプトです。典型的な童貞野郎です。街中で配っているポケットティッシュをやたらともらいたがるやつです。この3人の中では一番私に近いかもしれません。最後に3人目。主人公その3、自宅警備員とニートを兼用しているやつという設定です。ニートが社会的に与党になる日を夢見て日々暮らしています。社会人との越えられない壁、ニートシールドを持っています。決め台詞は、お前ら目を覚ませ、働いたら負けだ。さて、どの主人公がいいですかね？主人公その1、その2、その3、どれかを選んでいただくとそれがきっと反映されます。あと、基本路線が、等身大ヒーローで、毎回現れる怪人と戦うってストーリーなんですけど、個人的には巨大ヒーローが好きなんですけど、巨大ヒーローものにはお金がかかるんです。というかこういう企画だと、等身大の規模の方がしっくりくると思うんです。しかも怪人というよりも、変質者といった方がしっくりくる敵ばかりなんですよね。そんな敵と戦うヒーローなんですけど、変身の要素を盛り込むか否か、これを問いたいです。ほら、変質者だったら変身とかなくても撃退できそうじゃないですか。だけど変身のカタルシスも捨てがたい。さて、変身は必要だと思いますか？必要だと思いませんか？まあ、そんなわけで、前代未聞の計画ですけど、できたら忘れた頃に公開すると思います。あと、何か返してないコメントありましたっけ？そういえば一番いける作品を教えてってコメントありましたね。ん？なんでしょうかね。あ、あれだきっと。私、パズルゲームが得意なんですけど、ドクターマリオが一番得意かもしれません。機会があればその腕前をお見せしましょう。まあ、とてもフリーダムに話してきましたけど、こんな感じの動画もたまにはありかなと思っていただけると、おまけですからねー。この動画のタイトル、何にしましょうかねー。ロックマンメガワールド実況、じゃダメですからねー。だってほとんど実況してないですし。おっと、ハイパーストーム H の登場です。彼は著作界ロボットです。他の二人の仲が悪いのでのんき者の性格にしたそうです。しかし、そのために彼の攻撃が爪の甘いものになってしまったそうです。高熱に弱いのでハイパーボムが効きます。あと、エネルギーゲージが2本ある珍しいボスです。何の話でしたっけ？タイトルです。タイトル。ここまで話しておいて、タイトルも決めてなかったんですけど、フルチンロックのフリーダム実況。いまいち。やっぱり、フルチンラジオでいいかな。厳密にはラジオじゃないですけど。よし、決めました。フルチンラジオ風にでいきましょう。それで、次回作のこと話してなかったですね。とりあえずファミコン版ロックマンは確定してます。それ以外にもちょこちょこ出していければなと思います。どうしましょうかね。バスターロットまで倒しちゃいましょうかね。でもまあ、動画の尺が微妙なんですよね。バスターロット以降は次回のフルチンラジオ風味でということで。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。今回、息抜きです。コメント返しがメインなのであまり真面目に実況しませんよ。ファミコン版ワンクリア記念ですよ。今回、返しきれなかったコメントを返しちゃおうという動画です。まず真っ先に返したかったのが、うぷ主が最高だと思うウルトラシリーズは何かとコメントいただきました。ありがとうございます。難しいですねー。実に難しい。とりあえずウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンは別格としておきます。天才金城哲夫がメインで作られた初期3部作は正当な評価ができません。最高とかそういう以前に神作品ですからね。とりあえず見てないやつは見るべき。以上、初期3部作を除くと、やっぱり個人的に最高傑作だと思われるのが、ウルトラマンネオですかね。息抜きびしさを鮮烈に歌うストーリー展開もすごいんですけど、ネオといえばアクションもすごいんです。
巨大ヒーローなのに、等身大ヒーロー並みのアクションするんですよ。ウルトラセブンも登場しますよ。目を語ったら本当に長いんでこの辺で。あと、これもずっと言いたかったですけど、タグが毎回すごいことになってますよね。ありがとうございます。アダルトグッズ会社が病院と併設されてたり、寝起きタグもらったのは嬉しいですね。寝起きタグもらったら実況プレイヤーとして一人前って話じゃないですか。え？違うの？ウプ主はプレミアムにしてないの？ってコメントいただきました。ありがとうございます。そうなんですよねー。もともと、このアカウントがサブ扱いだったってのもあるんですけど、一般アカウントでも一通りのことはできるかなと思いまして、プレミアムってどれくらい快適なんですか？おっと、ヘビ頭3連星、卑猥ですよねー。ヘビの頭って。でかいのが来た。モザイクかけた方がいいんじゃないですか？いやまあモザイクかけたら余計いやらしくなりますけどね。息抜き動画でもトゲが猛威を振るうとは。最終回で、ワイリー、これ絶対当たってるよなとコメントいただきました。ありがとうございます。そうですよね。絶対パイプカットされてますよね。でもワイリーのチンチンってトカゲの尻尾みたいに再生するとか聞きましたよ。だからこそ何度もロックマンに挑戦できるファイトがあるんだという話です。一番使いにくい武器はサクガーンだろというコメントもいただきましたねー。ありがとうございます。ですよねー。サクガーンの使いづらさは誰よりも知っているつもりのウプ主です。皆さんも使ってみたらいいですよ。サクガーン、定期的に武器エネルギーを補充しないと存在を保っていられない。ディケイドのアポロガイストみたいですよね。あと、リフトの時、マグネットビーム使えばいいのにってコメントもいただきました。ありがとうございます。実は、あの後通る時にはマグネットビーム使ってるんですよ。動画ではカットされてますけどね。一度は自力でたどり着かなきゃなーっていう、変なこだわりを発揮してしまいました。あと、イカとかバナナとか使ったオナニーはどうだというコメントをいただきました。ありがとうございます。バナナの皮はいいらしいですね。でもまあイカは使ったことないですねー。でも良さそうですよね。釣りたてのイカで一発抜くのって、漁師たちの癒しグッズになってそうです。あれ？そういえばディケイドの真剣じゃでしたっけ？あの話にイカみたいなの出てきませんでしたか？まさか。おっと、いい缶発見。ハードナックルとクラッシュゴム持ってないと、いい缶取れなかったりしますよ。このワイリータワーでは、だから忘れずにこの2つの武器をチョイスすることをおすすめします。まあ今時メガワールドプレイする人がどれだけいるかって話ですけど。あとあれだ。動画上げるスピードについてですけど、年明けてからの、これくらいのスピードが自分にとって一番いい気がしました。あまりスピード早めると、動画以外のことできなくなりますしねー。書きかけのシナリオ書いたりとかもしなきゃですし。あと今月、職場内研修の資料も作らなきゃですし。一応紹介しておきます。このステージのボス、バスターロット G について、中国英邦に影響を受けて作った孫悟空ロボで、リーダー格として見られがちだけど本人にはあまり自覚はないらしいです。格闘技の達人で、分身能力もあるそうです。リーダー格だけあって、強いんですよ、こいつ。まあでも修羅場を渡り歩いてきた私にかかれば楽勝です。落ち着け私、素数を数えるんだ。そういえばジョジョ、最初から読んでます。一部読み終わったところです。ストーリー展開自体は王道っぽいですよねー。読んでみると本当にセリフがいいですよね。ジョジョ、個人的にシグルイに勝るとも劣らないセリフのセンスだと思います。
性に見ると強引な展開もあるんですけど、あの勢いで納得できちゃうところがすごいですよね。改めてジョジョという作品の偉大さを感じました。とか言ってたらすっげー自運しそうなんですけど、誰だ鼻くそほじりながら楽勝とか抜かしてたチンコは私ですか？そうですか。というわけでウルトラマンレオの後期オープニングのカバーバージョンでした。前期が良すぎてこっちは全然評価されてないんですけど、私は好きですよ。こっちのオープニング、王道主題歌って感じで。逃げた、お猿さんが逃げました。見かけた方は動物園までご連絡を。さて、ここからが本番です。いよいよワイリータワーを登ります。さて、ここからは、前回のラジオ風味の話題となっていきます。見てない方は見てからの方が話がわかりますよ。まあ見なくてもわかると思いますけど、要は私が新ヒーローを作るって話です。前回のアンケートに答えてくださった方、ありがとうございます。結果を発表したいと思います。主人公は、僅差で童貞主人公に決定しました。侍主人公も人気でしたけどね。やはり童貞の方が親近感が湧くんですかね。そしてニート主人公は人気なかったですね。やっぱり働いたら負けだからですかね。あと、変身は絶対取り入れるべきだと満場一致で決定しました。ありがとうございます。カタルシスが違いますからね。変身ありとなしじゃ。採用されなかった主人公はライバルとして出そうかなとも思ったんですけど、主人公が変身して侍になるという案もいただきました。ありがとうございます。それいいですね。その路線で考えてみます。こんな感じでノリだけでストーリーとか設定考えるのが大好きです。侍のノリってことは、主人公変身のメカニズムはあまりサイバーな感じの設定よりも、イニシエの伝説云々に絡ませた方が良さそうですね。変身アイテムがオナホールのパターンとか考えてたんですけど、
あと、包茎手術に行ったらヒーローに改造されてて、包茎矯正リングつけたら変身するっていう、昭和ライダーっぽい設定も考えましたね。何かそれっぽい変身アイテムの案などあれば、書き込んでいただければ嬉しいです。あ、あと期待してたらすいませんですが、女キャラ極端に少ないんで、ほぼ登場しないと思っていただいてよろしいです。私が萌えとかそういうの書けないのが主な理由です。あと、主人公が童貞ってのも理由ですかね。ほら、私の絵ですし、別にヒロインなんていらないですよねー。あと、戦う敵について、とりあえず、シリーズものの中の1話みたいな感じで作りたいんですよ。ウルトラシリーズが好きな私が構想するので、基本的に敵は1話のみでやられる存在なのです。怪獣とか怪人みたいなポジションですね。すべての敵登場させるのは難しいので選んでいただくことにします。次の中でどの敵との戦いが見たいですか？その1、生臭い怪人を従えた悪の科学者。こいつは、ヒーロー誕生編のシナリオに登場させようと思ってた敵です。赤い仮面をつけていまして、射程の速さが通常の3倍です。シナリオでは幼稚園バスジャックをする予定です。その2、地球征服を企む宇宙人。そういえば聞こえはいいですけど、ぶっちゃけ、外見と能力はただの中年親父です。日常生活の裏から歩み寄るウルトラセブン系の恐怖があります。ちょこっと上級者向けのシナリオが展開される予定です。その3、人外生命体。ヘドラみたいな、どうやって倒したらいいのかわからないような、恐ろしいクリーチャーです。技が通用しないので、頭脳戦が展開される予定です。ただ、頭脳戦は作者の IQ がダイレクトに反映されるため、バカバカしい話になると予想されます。他にもバキュームカーの話とか、賢者の話とか案はありますけど、一発目の話としてふさわしくないので割愛します。さて、どの話が一番見たいですか？とか言ってたらボス戦ですね。こいつはファイアースネーキーと言います。ヘビ型ロボットです。霊気に弱いので、倒すにはレンゲルを呼んできたらいいでしょう。おそらくブリザードクラッシュ一発で倒せるはずです。ボス自体は強くないんです。この足場がクセモノなんです。こういうスプリング見てるとチンチン突っ込みたくなりますよね。とか言ってたらライフがヤバい状態になってますね。よし、ここではゴリ押しはやめます。本邦初公開、ゴリ押しじゃない私。そこだ。確実に回避して、着実に相手のライフを減らす。こういう堅実なプレイができないわけじゃないんです。やらないだけです。だって、見てる方は面白くないじゃないですか。軽い軽い。おっと、アイスが切れてしまいましたね。焼酎とかストレートで飲めないウプ主です。完璧すぎる。これからは私はゴリオシストじゃなくて、現実派と呼ばれてしまうな。これでとどめだました。ゴリ押しは私を裏切らない。また私のゴリ押しを裏切ってはならない。ということです。
時間的にこれくらいで終わらせておいた方がいいですね。次の予定とか話してないですね。ロクボルですかね。あと、このメガワールドも近々終わります。多分。とりあえず消化できるもの消化させます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。ごきげんよう。まさかのラジオ風味です。別に返すべきコメントとか溜まってないけど、ダラダラ喋りたいのでやります。個人的にメガワールドでは、このステージの曲が一番好きなんですよね。ワイリーステージにしては底抜けに明るい曲調で珍しいですよね。いやー、本当はロクボル編集しようと思ったんですけど、なかなか花火大会の編集に手間取って、それならおそらく今回で終わるであろうメガワールドに決着をつけようと思いました。このメガワールドのオリジナルステージ、1から3までの敵で構成されてるんですよね。総集編としてバッチリですね。そういえば前回の動画で言い忘れてました。シモンマサトさんってレオのカバー、4つの会社で歌ってるらしいですよ。すべての音源が手元にあったら聴き比べとかやってみたいですけど、半分しか持ってないんですよ。探してるんですけどねー、とか思うくらいにレオが大好きです。あと、あれですよ。ジャムプロジェクト好きですよ。ただ、新曲とかチェックしてるわけじゃないですけど、まあ、ジャムプロジェクトってもともとアニソンを歌うチームですし、新しいアニメとかゲームとかチェックして、そこで主題歌聴いて遭遇するのが、ある意味正しいのかなと思いました。あ、でも結構ライブ活動とかもやってるみたいですね。うつむしは地方在住なのでライブとかイベントとか、あまり縁がないんですよね。別に羨ましくなんかないんだからね。本当なんだからね。勘違いしないでよね。あと、ロクボル。どうしてここまで手間取るのか、言い訳をさせてください。それはもう、チューンしまくってるのが一番の理由ですけど、ロクボルのグラフィックになれないってのもあるんですよ。多分、ロクボルが私のプレイしたゲームの中で、一番新しい部類に入ると思うんです。ワールドシリーズとか、初代ロックマンとか、あれの後にロクボル編集すると、何か違和感を覚えるんですよ。まるでチンチンのポジションがそこじゃないと言ってるかのように。アイテム1号、マジ便利。通勤に使いたいですね。宇宙ステーション勤務とかじゃなきゃ無理ですか。だけど宇宙ステーションって必ずと言っていいほど、怪獣に食べられてますよねー。で、ムスターに食べられたマットステーションといい、シルバーブルーメに食べられたマックポンズといい。まあ、シルバーブルーメは絶対回避不能だと思いますよ。手口が鮮やかすぎる。あんなことされたら私だって全滅しちゃいます。
そして指揮能力はあるが戦闘能力はあまり高くない親分タイプ。あ、私マグマ星人好きですよ。レオの宿敵ですし。あ、ボス部屋前にたどり着きましたね。ここのボスはアイアンボールといって、レーザーやトゲが武器の球体ロボットです。金属っぽいですからね。弱点武器は、サンダービームだったと思います。ふむ、把握した。中身が出てきてる時じゃないとダメージが通らないと。大体わかった。だけどダメージ食らいすぎちゃいましたね。こいつ、攻撃力高いですね。メガワールドって全体的に攻撃力低いやつばかりだったのに、なかなか骨のあるやつです。まあ、何が言いたいのかというと、もうデューンするということです。と呼ばれるレオの戦闘テーマです。主題歌の方に多くの場面での戦闘テーマ譲ってますけど、この曲はガチだと思います。マジで。何の話でしたっけ。ああ、レオキックです。とどめにできなかった2回目は悪魔ニア星人っていう強敵なんですよ。頭脳ってかなりのダメージ与えたって思ったんですけどね。悪魔ニア星人がヤバすぎた。結局アストラが来て合体光線をかけるんですけど、それでも完全に倒したわけじゃないんですよ。封印しただけにすぎません。こいつ、宇宙悪霊って肩書きですから、実は倒せないんじゃないでしょうか。お化けは死なないって言いますし。そして3回目はあのウルトラマンエースにレオキックを仕掛けるんですよ。でも避けられちゃうんですよね。平成ライダーに見られた、ヒーロー対ヒーローの構造の先駆けだと思うんですよ。あの話。最後は円盤生物アブソーバにレオキックを仕掛けるんですけど、とどめにできなかったんですよ。円盤生物に格闘技は効果が薄い、で証明された戦いでしたね。円盤生物戦ではかなり多くの光線技使うようになりましたし、円盤生物のルックスでは従来の格闘がやりづらいって事情があったといえばそれまでなんですけど。まあ、そんな感じでレオキックが効かなかった敵は、それぞれ強敵だったので、仕方がないのです。スペシウム光線も効かなかったこととかありますし、レオって他の作品みたいに過去作品の怪獣再登場とかなかったから、比較しづらいでしょうけど、レオの戦う相手には強い奴が結構いたことがお分かりいただけたでしょう。あとね、他に見られないような光線技も多いんですよ。エネルギー光球とシューティングビームは常識ですね。え？もうスーパーヒーロー作戦ではシューティングビーム使えなかったって？あんなエースと太郎がおまけ程度にしか出てこなかったゲームのことはいいんです。当時の雑誌では有名だったけど一度しか使ってないとてもかっこいいレオクロスビーム。エースも使っていた、カラータイマーからの光線技、タイマーショット、ミラーマンのミラーシュートにそっくりなウルトラショット、ヒーローの技には珍しい黒い光線技のダークシューター、など、格闘技だけじゃなくて光線技のレパートリーも豊富なんです。あと、どっちかといえば太郎が得意な物質変換能力も使えます。一度しか使われなかったけど無駄に有名なレオヌンチャク。工場の煙突で作ったんですけど、すぐ破壊されちゃいましたよね。あと、レオがますます面白くなった特殊アイテム、ウルトラマンと、
要所で使われましたが、円盤生物編になってからは一度しか使ってません。そしてもともとレオが手首につけていたレオブレスレット、あれも物質変換能力があるらしく、注射器とか出してましたねー。あと、レオスパークっていうレアな必殺技も出すことができます。おっと、そんなこと言ってたらどう見ても静止ゾーンに突入していましたね。よっとおりましたよね。乱視破壊すると汚いお玉玉子が出てくるなんて発想。というわけで、レオは見るべきだと思います。アクションの話ばかりしてますけど、ストーリーもいいんですよ。緊張感あふれるストーリー展開で、最初からクライマックスって感じです。まあ、ストーリーってのは好みの問題ですけど、私は面白く感じましたね。敵も魅力的なのがいっぱいいるんですよ。基本的に通り魔みたいな聖人が相手なんですけど、プレッシャー聖人とか、一体何がやりたいんだかわからない奴もいて、アトランタ聖人とか、頭脳派もいましたねー。あと、円盤生物、他では珍しい敵ではあります。よくかっこ悪いとか弱そうとか聞きますが、あいつら、やることえげつないですよ。とりあえず、一度見てください。そしてトラウマになっても責任は取りませんので、あしからず。あと、防衛隊であるマックがかっこいいんですよ。前半と後半じゃほとんどメンバー入れ替わってるんですけど、本部が宇宙ステーションなんですよ。戦闘用にマックナイフって装備もありまして、すごいかっこいいんです。メカもいいんですよ。マッキー2号なんて、ウルトラホーク以来の分離メカですよ。大活躍の話見たければ16話を見ればいいと思います。マッキー3号も隊長機として素晴らしいと思います。13話では体当たりで聖人を倒しています。マッキー1号は出番があまりなかったですね。基地にドッキングしてる姿だけが印象に残ります。マックモールとマックシャークは、お察しください。まあどうしてレオの話を延々としているのかというと、ヒーローシナリオを書く上で、自分の理想ってものを再確認したかったんです。私の理想のヒーロー像ってやっぱりレオだなーって思ったんです。少しでもレオ的な要素を入れられたらいいなーと。さて、前回の動画でやった敵キャラアンケートですけど、恐ろしいことになりましたね。まさかの人外クリーチャーがダントツのトップでした。一発目から必殺技つかない相手とは、レオどころの騒ぎじゃないですね。最初からクライマックスすぎます。絶対赤い灯籠とか、あのあたりだと思ったんですけどね。でもまあ、ある意味で妥当かもしれません。その意味はシナリオが完成したらわかるでしょう。きっと。今、シナリオは大体頭の中で構築しておいて、グラフィックを書き起こすところから始めています。とりあえず主人公の変身前と変身後の下書きが終わったところです。それにしてもヒーローの頭の形どう見てもチンコ。言い訳をさせてください。私だってここまで下品にするつもりなかったんですよ。サムライヒーローだから鎧武者のデザインにしようとか思ったりして、でもしっくりこないんですよね。かっこいい頭だと思っても体と頭が全く別のものになってたり、それで、自然にある形に導き出されていました。まあ、どんな結果になったのかは完成版をお楽しみに、です。今見せたら面白くないでしょう。本当は下書きとか公開することも考えたんですけど、やっぱりやめました。そのデザインも含めて味わっていただきたい。おっと、ボス部屋前ですね。ここのボスはあの逃げたお猿さんとの再戦です。ここでお猿さんが逃げた伏線を回収するわけです。なんかお猿さん、前の戦いでいじめすぎたせいか、棒が伸びなくなっちゃったみたいですね。これを専門用語で勃起障害と言います。明らかに弱体化してますよね。バイアグラばっか飲みやがって。だけど、玉のような先走り液しか出ないわけです。さてさて、いよいよこのメガワールド、ワイリータワーもラストステージです。普通の実況なら、ここで今までの実況どんなでしたか？と
か聞いてるんでしょうけど、今回は雑談プレイに近いものがありますので特に何も言うことはないです。あ、ありました。今回、ラジオ風にやってきましたけど、いかがでしたか？なんかやってみたら、シナリオアンケートがある以外は、いつもの私の実況とあまり変わらないような気がしてきました。さて、ここでラジオ風にメガワールド編、最後のアンケートです。ラジオ風に、存続すべきでしょうか？それとも普通の実況と混ぜちゃった方がいいんでしょうか？雑談とかコメント返しは混ぜて大丈夫だと思うんですけど、シナリオアンケートは混ぜていいか微妙だと思いました。混ぜるべきか、混ぜないべきか、ご意見お待ちしております。あ、ブリーフ兄さん、ブリーフ兄さんじゃないか。な、何しに来たんだよー。ラスボスです。ワイリーマシーンメガワールド号です。弱点はサンダービームです。この下半身と戦うってシチュエーションもいやらしいですよね。よくシナリオであるじゃないですか。上半身と下半身が別々に封印されてるとかいうの、下半身だけが復活して暴れ出すとか聞いたらすごい卑猥ですよね。よっと、これで下半身撃破です。次、上半身です。下半身破壊された割に軽快に動いてくれます。こいつもまあ、弱点武器使えばゴリ押しでいけますね。もしかして使わなくてもゴリゴリいけるかもしれませんが。さて、ラスト、ワイリーカプセルです。こいつもあまり強くないんです。というのもこの地雷、爆風に当たらなきゃダメージ受けないんですよ。優しいですね。メガワールドの仕様は。さてさて、クリアです。全体的に優しかったと思います。下手な私でもゴリゴリいけましたし。このメガワールドオリジナルの BGM もいいんですよね。隠れた名曲揃いです。あ、そうだ。せっかくだからもう一つだけアンケートさせてください。そのヒーローシナリオのレギュラーキャラについてです。今の時点で毎回登場する予定のレギュラーキャラは、主人公と、博士と、先輩キャラくらいですね。しかも前にも言った通り、全員男なんですよ。これでよろしければいいんですけど、何かあと一人こんなキャラ加えてほしいとかあればご意見をいただきたいです。ほら、せっかくの視聴者参加シナリオですしね、めちゃくちゃやった方が楽しいでしょう、と、思います。最後になりましたが今後の予定を簡単に、ロックゴルカ、ロックマン2の動画を上げつつ、まったりシナリオ作っていくという感じになりそうです。だけど私、気まぐれだから、全く別のゲームの実況とか始めるかもしれませんよ。
気まぐれに適当にやっていきたいと思います。気になるゲームがあればお付き合いいただけたら嬉しいです。それにしても本当に今回適当ですよね。何がってネタとか動画とかまあいいか、適当適当。あ、そういえば今朝ガチホモな夢見ましたよ。ちなみにチンチン刺される側じゃなくて刺す側でしたよ。はい、そんなひどい話題でこの実況を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。We'll be right back.